今度は中国のお話。西暦1860年の今日、当時の清国の華麗を誇った利休、延命園が英仏両軍によって焼き打ちされています。当時は多くの国々が清国を植民地にしようと狙っていましたね。イギリスはアヘン戦争をきっかけに南京条約を結んで清国から利益を貪っていたので、清国は外国を追っ払おうと一生懸命。そこでイギリスは広東に出兵すると、一方フランスも宣教師が殺されたのを理由にイギリスと連合して攻撃を始め、広東を陥れて自分たちに大変有利な先進条約を結んだんです。しかし清国はこの条約の批准を拒んだんで、連合軍は今度は北京に押し入りました。この時延命園の焼き打ちが行われたんです。中国が初めて西洋式建築を取り入れた貴重な文化財だった延命園も、列国の植民地獲得の激しい戦火の前にひとたまりもなくその姿を消してしまったんです。